ルキウス・アエミリウス・パウルス・マケドニクスは、共和制ローマの軍人、政治家。第二次ポエに戦争後、主に東方マケドニア王国の戦いで活躍をした。アエミリウス氏族パウルス家の出自で、父は、同盟のルキウス・アエミリウス・パウルス。非文からくアエストルに就任したことが読み取れ、遅くとも、紀元前195年までに勤めたと、考えられている。翌年には、 植民主建設三人委員の一人として、クロトンの入植を監督した。紀元前193年に、アイデリスに選ばれると、多くの家畜から罰金を取り立て、そのお金でユーピテル神殿に奉献し、ティベリス川の治水や、トリゲミナ門や、フォンティナリス門への回廊を整備した。アイデリス後のプライトル就任前に、アウグルに選出されており、おそらく紀元前192年のことと、 考えられている。紀元前191年に、プラエトルに選出され、翌年もプロコンする核で、ヒスパーニアウルテリオールを担当し、ルシタニア人と戦ってこの年は敗北したが、翌年勝利したという。紀元前189年、最終局面を迎えた、ローマシリア戦争の、アンティオコス3世とグナエウスマンリウスウルソの条約締結のための10人の施設の一人に、 選ばれている。その後、幾度か失政官選挙に敗北した。紀元前182年、コンスルに選出された。同僚は、グナエウス・バイビウス・タンピルスで、リグリアを両人で担当した。そこで勝利すると、リグリア人は、隣のガリアにいたマルケルスに降伏を申し込んだが、元老院は両失政官に武装解除させた。タンピルスが、選挙管理のためローマへ戻され、 パウルスはピサエで年を越した。翌年もプロコンスルとしてタンピルスと共にリグリアを担当したが、インガーニ族と遭遇し、急戦協定を結んだものの奇襲を受けて陣地に押し込められた。タンピルスやマルケルスは他の場所へ軍団を移送中で動けなかったため、プライトルだったクイントス・ペティ・リウス・スプリヌスらが緊急に軍を編成し、 ガイウス・マティエヌスとガイウス・ルクレティウス・ガルスが海軍二人間に任命されて救援に赴いた。パウェルスは救援が遅いため、撃って出ることを決め、ハンニバルやピリッポス五世、アンティオコス三世といった強敵に比べれば、こそこそと逃げ回る強盗のごときは敵ではないと兵たちに奮起を促し、油断した敵を打ち破って降伏させ、海賊も鎮圧した。 ローマでは3日間の感謝祭が開かれ、パウルスの軍は解散が認められた。紀元前171年、遠近ヒスパニアの民が元老院で担当政務官による搾取を訴えたため、大家とプブリウス・コルネリウス・スキピオナシカ、ガイウス・スルピキウス・ガルスらと共に、彼らの側に立って弁護を行ったが、ある者は無罪となり、ある者たちは亡命した。 第3次マケドニア戦争起源前168年に再度コンスルに選ばれ、第3次マケドニア戦争でアンティゴノス朝のペルセウスに対して戦い、ペルセウスを捕虜とする。これによりマケドニア戦争は終結、アンティゴノス朝は滅亡した。この際にマケドニア内の対抗勢力500人を虐殺、多数をローマに強制連行、財産をローマの名のもとに没収した。 ペルセウスとの戦いで脱走した外国人兵をスキピオ・アフリカノスと同じように見せしめとして像に踏みつぶさせたという逸話が残っている。偽装退却を行ったが相手が乗ってこなかったため、敵のファランクスに対し、騎兵に盾を持たせて全面を横断させ、通りすがりに敵のサリスさんを追って繊維をくじいたという。この戦いにはマシニツサの子ミサゲネスも参加しており、 戦後祖国へ帰る途中嵐に見舞われ生死の境をさまよったが、元老院は彼の解放に全力を尽くし、敗下の騎兵にも保証したという話が伝わっている。戦後処理プルタルコスによれば、戦後ギリシアを見て回ったパウルスは、各都市の自治権を回復し、デルポイに立っていたペルセウス像を自分のものと差し替えさせた。ペーディアスが作った。 オリンピアのゼウス像も見学したという。朝廷のための住人委員会がローマから到着すると、マケドニアの自治を回復し、今までの半分の年貢を収めさせることが決定された。この時、人々を喜ばせるために壮大な祝祭を主催したが、その細やかな心配りに驚く人々に対し、戦闘式も祝祭の仕切りも同じことだと語ったという。 ペルセウスが溜め込んでいた財宝には目もくれず、そのまま国庫に入れるよう指示し、ただ書物にのみ興味を示したとしている。リウィウスはこのギリシア周遊の様子を詳しく書き残している。元老院から戦勝の褒美として、ケたちに略奪の許可が出るとエピルスへ向かった。現地の人々に決められた日に財産を差し出すよう指定したが、 その日が来ると兵たちが略奪に走ったため、わずか1時間のうちに70の町を蹂躙し、15万人が奴隷とされたという。しかし、兵たち自身には、わずかな取り分しか許されなかった。この任務の後、マケドニア王家のガレー船に乗ってティベリス川を遡上したため、多くの人々が見物に出かけたという。外旋式しかしローマに戻ると、 あまりに取り分が少なかった兵たちは不満の声を上げ、トリブヌスミリトムであったセルウィウススルピキウスガルバが中心となって外線式に反対した。下避は民会の投票にかけられ、最初に投票したトリブスが反対したことが知れ渡ると、人々はあまりのことに嘆き悲しみ、元老院議員たちは一丸となって投票を中止させ、 マルクス・セルイリュス・プレクス・ゲミヌスが兵たちを説得し、外戦式の虚構が可決された。プルタルコスは、壮麗な外戦式の様子を書き残しているが、その中でも、ペルセウスの子供たちが列に加わっている様子は、人々の恋人を誘ったとしている。ペルセウス自身は、外戦式で引き回すことを止めてほしいと懇願したが、パウルスは冷淡に跳ねつけたという。ただ、 降伏直後には礼節をもって接し、ギリシア語で励ました逸話が残っている。この前後に、パウルスの二人の息子が亡くなっており、プルタルコスは、ペルセウスは負けたが子が残り、アイミリウスは勝ったが子を失ったと書いている。この功績を称えて、元老院は彼にマケドニクスの称号を与えることを決議した。彼の勝利によって国庫は豊かになり、 戦時特別税の取り立ては廃止されたが、パウルスの資材は増えなかったという。この戦時特別税は、紀元前43年まで取られなかったとペルタルコスは記している。ペルセウスとの戦いの前、家に帰ると、娘のテルティアが悲しそうにしており、どうしたのかと尋ねると、大事なペットの子犬のペルサが死んでいた。これはペルセウスを倒す予兆であったのだという伝説が残っている。 この勝利は白馬に乗った双子の神によってレアテの若者に伝えられ、当初は皆に信用されなかったが、勝利が確認された後に市民に取り立てられたという話もある。この話はプルタルコスによればアヘーノバルブス家の由来となっている。紀元前164年にはケンソルに選出された。同僚はクイントス・マルキウス・ピリップスであった。検出は無事完了し、 337,022人を数えた。プリンケプスセナトゥスにはマルクス・アエミリウス・レピドスを再指名した。おそらく紀元前162年にインテルレクスを務めたと考えられている。紀元前160年に没したと考えられ、死去した時、たまたま外交のために来ていたマケドニアの高官が、棺にマケドニアに勝利した証がついていたにもかかわらず、 葬儀の馬車費用を負担したといい、非常に名誉なことであった。4人の息子がいたが、そのうち2人は14歳と12歳の時、外旋式の前後に亡くなった。もう一人は、クイントス・ファビウス・マクシムスの養子となり、クイントス・ファビウス・マクシムス・アエミリアヌスと名乗り、もう一人は、自らの老いにあたるスキピオ・アフリカヌスの息子のもとへ、ダシ・スキピオ・アエミリアヌス・アフリカヌスとなった。 彼は突然息子をすべて失ったが、後の演説で、私は神々に、ローマの人々に害を加えるなら、代わりに、私に与えて欲しいと願った。今それが叶ったのだと語り、人々は彼の精神に感嘆したという。娘は、クイントゥス・アエリウス・トゥベロに嫁いだが、あまり裕福な家ではなく、パウエルス自身も、農場を一つしか持たず、貧しい生活をしていたという。 ありがとうございます。